な、それな。V サイ、俺も、女の子とさ、女の子だけのチームとかあったじゃん。いっぱい。でさ、女の子がキャピキャピしてるチーム、なんかいろんな人から誘ってもらって、本当にありがたいことに、4、5人くらいから誘ってもらって、ガチ嬉しくて、いろんなキャピキャピしてる女の子にも誘ってもらったんだ。嬉しいな。でも一番最初に誘ってくれたのがロレン。せっかくだったらロレンとこやろう、絡みもね、そんなに表でじゃないな、表って言い方が良くないな。そのがっつりさ、わかる、そのアークの時とかでしか絡んだことないからさ、せっかくだったらね、ロレやろうぜってなって、で蓋を開いたら女の子、しかも一ノ瀬ウルハ、え、マジ、キャピキャピしたラムチみたいな子を求めてたら一ノ瀬ウルハ、正直ちょっと嬉しいよ、まだ野瀬さんとできて。今回もロレに背負ってもらう感じになるのかな。うん、そうだね。50キルしなかったら毎試合ぶん殴るよ、監督だし。で、野瀬さんにはマネージャーだから毎ラウンドもくたかせる。何これ、このファンアートめっちゃええやん、良すぎて元気出た。これマジでいいな。これマジでいいな。本当にいいな。こういうファンアートマジ好き。一生自分で笑える。これマジいいね。リツイートしとこう。